ムーンドックとして知られたルイス・トーマス・ハーディンはアメリカ合衆国の盲目の作曲家、音楽家、詩人で数種類の楽器の発明者であった。若い頃にニューヨークへやってきた彼は自らの意志で路上を我が家として生活すると決め、以降30年ほどのニューヨーク生活のうち20年ほどを路上で過ごした。ほとんどの場合、彼は北欧神話のオーディンを 自分なりに解釈して作り出した服を身につけ、自分で選んだお気に入りの場所で人目に触れていた。その尋常ならざる、服装や、生活様式から、彼は、6番街のバイキングとして知られていた。ムーンブックを取り上げたドキュメンタリー映画、ザ・バイキング・オブ・シックス・ス・アベニューが制作中である。カンザス州メアリズビルで、米国性公開の信仰を持つ一家に生まれた、ハーディンは、5歳の時から、 厚紙の箱で作ったドラムを演奏し始めた。その後、一家はワイオミング州に移り、父親はフォートブリチャーに交易所を開いた。ハーディンはいくつかの小さな町の学校に通った。ある時、父親は少年をアラパホ族のサンダンスの儀式に連れて行き、少年は州長イエローカルフの膝に乗ってバッファローの皮を張ったトムトムを叩いた。ハーディンは バージニア州ハーレーのハーレー高等学校に進み、ドラムを演奏し続けていたが、17歳の時にダイナマイトの雷館の事故に遭い、視力を失った。合衆国中部を移動し、視覚障害者のための学校数校を経ながら、ハーディンは音楽の原理を学び、耳の訓練法や作曲法を独力で身につけた。主に独学の人であったが、アイオワ州の盲学校では、 バーネットとシルの教えを受けた。やがて、ハーディンはアーカンソー州ベーツビルに移り、1942年まで住んでいたが、ここでテネシー州メンフィスで学ぶ奨学金を得た。ハーディンの音楽的修練の大部分は耳から独学して得たものであったが、音楽理論の一部は展示の本から学んだものであった。1943年、ハーディンは、 ニューヨークへ移り、ここで、レナード・バーンスタインや、アルトゥーロ・トスカニーニといった著名な、クラシック音楽界の有名人たちに出会い、伝説的なジャズの演奏家で作曲家でもある、チャーリー・パーカーや、ベニー・グッドマンにもあった。彼らの躍動的なテンポや、しばしばユーモラスな曲調は、後のハーディンの作品に影響を与えた。1 9四十年代末から1七十四年まで、 ムーンドックはニューヨークでストリートミュージシャン、詩人として生活し、ほとんどの場合、マンハッタン区の53丁目と6番街の交差点の角にいた。しかし、ムーンドックはホームレスだったわけではなく、少なくともある一定の時期以降にはアッパーマンハッタンにアパートを持っていた。音楽と試作に加え、ムーンドックはとても面白いバイキング装束を着ており、 角付きの兜をかぶっていた。ムーンドックは自作の詩や音楽に関する哲学的文章を印刷したものを売って成計の足しにしていた。ムーンドックが路上詩人として立っていた場所は有名な52丁目のナイトクラブ街にも近く、彼は数多くのジャズミュージシャンやファンたちによく知られていた。1947年、ハーディンは ペンネームとしてムーンドックを名乗り始めたが、これは他のどの犬よりもたくさん月に吠えていたという、ある犬を叩いてのことだった。1949年、彼はブラックフット族のサンダンスの儀式のためにアイバホ州まで行って、打楽器とフルートを奏で、子供の頃最初に接したアメリカ先住民の音楽に回帰した。このネイティブアメリカンの音楽、1954年、 ムーンドックは、ムーンドックシンフォニーを名詞代わりに使いながら、ムーンドックと名乗って、自分のラジオ番組、ザ・ムーンドック・ロックンロール・マチネーを放送していた、ディスクジョッキーのアラン・フリードを訴え、ニューヨーク州行為裁判所における裁判に勝訴した。ムーンドックは、自分のことを真っ当な作曲家であると証言してくれた、ベニー・グッドマンや、アルトゥー・ロトスカニーニら音楽家たちの支援がなければ、 この裁判には勝てなかっただろうと考えていた。裁判では、フリードがムーンドックと名乗り始めるはるかに以前から、ハーディンがムーンドックの名で知られていたと認定され、フリードは謝罪せざるを得なくなり、ムーンドックの名を放送で使うことを止めた。ミュンスターの中央墓地にあるムーンドックの墓、デスマスクをもとに作成された。ムーンドックはドイツのことを 聖なる川ライン川が流れる聖なる土地として理想化した認識を持っており、1974年にはドイツへ移住した。やがてイローナ・ゾマーという名の若いドイツ人の女学生がムーンドックの芸術的業績を管理する会社の設立を助け、はじめは大アアシュビックで、ついでベストファーレンのミュンスターにムーンドックに住まいを提供した。ムーンドックは イローナ・ゾマーの家族と一緒にミュンスターで生活した時期に数百曲を作曲し、ゾマーはそれを展示から楽譜に書き起こした。ムーンドックは残りの人生をドイツで過ごし、1999年にドイツで没した。ムーンドックはフィリップ・グラスの招きに応じて1989年にアメリカ合衆国へ一時的に帰国し、検証行事として、 ブルックリンのニューミュージックアメリカフェスティバルにおいてブルックリン公共室内管弦楽団を指揮し、ムーンドックは多数のアルバムを録音し、合衆国のみならずヨーロッパでもフランス、ドイツ、スウェーデンで演奏旅行を行った。ムーンドックの音楽は地下鉄や無敵など街頭で聞こえる音からインスピレーションを受けたものであった。作品は比較的単純なものになることが多く、 ムーンドック自身がヌルヌルしたリズム普通ではない調子4分の4拍子に準じるつもりはないと述べたスネークタイムと称する表現で特徴を付けられていた。ムーンドックの音楽を1940年代の時点で最初に取り上げたのはニューヨーク公共楽団の指揮者であったアルトゥール・ロジンスキであった。1950年代にはロジンスキによって 多数のムーンドッグの作品が SP 版、シングル版、EP 版や数枚の LP が有名なジャズレーベル多数からリリースされ、その中には1957年にジュリー・リュースやマーティン・グリーンと一緒に制作した子供向けのお話と歌が入った代わり種の作品、ソングズ・オブ・センス・ナンセンス、テル・イット・アゲーンも含まれていた。その後10年ほどの間、 ムーンドックは新たなレコーディングを行わなかったが、1969年に至って音楽プロデューサーのジェームズ・ウィリアム・ゲルシオがムーンドックをスタジオに連れて行き、コロンビアレコードにアルバム1枚を録音させた。ゲルシオがプロデュースした2枚目のアルバムは、ムーンドックの娘の一人をボーカリストにした、カノンや臨床の形式で作曲された歌が収められたものであった。 このアルバムは1枚目のアルバムに比べポピュラー音楽に及ぼした影響は小さいものにとどまった。CBS から出されたこの2枚のアルバムは後に1989年に1枚の CD として再リリースされた。ムーンドックの作品は大部分がドイツのマナガルム音楽出版によって出版されている。最終的な遺言でムーンドックは遺産を異んなゾマーに依存した。 イローナ・ゾマーは2011年9月に死去した。遺言により、ムーンドック作品の著作権を含む彼女の遺産は、ベルリンの弁護士、アレクサンダー・デューブの管理下に置かれることとなった。このため、ムーンドックの遺産もデューブの管理下にある。トリンバ・ムーンドックが作った打楽器ムーンドックは、数種類の楽器を発明しており、その中には、ウーという小さな三角形のハープや、 同様の、ウーイコールやイコールツ、また、ヒュスという、弓を使って弾く三角形の弦楽器などがあった。中でも最も知られていると言えるのが、トリンバであり、これは三角形の打楽器で、1940年代末に発明されたものであった。最初に制作されたトリンバは、ムーンロックの友人であった、スウェーデンの打楽器奏者ステファン・ラカトスがその後も、 演奏に用いているが、ムーンドッグはラカトスにこの楽器の制作方法も伝えていた。1940年代から1950年代にかけてのムーンドッグの音楽は、数多くの初期ミニマリスト作曲家たちに強い影響を与えた。フィリップ・グラスは彼がスティーブ・ライヒと共にムーンドッグの作品を非常に真剣に受け止め、それを ジュリアードで僕たちが接していたものよりずっとよく理解し歓迎したと書いている。ありがとうございます。